今日の伊藤孝恵チャンネルは凱旋者の音声収録です。玉木代表のお部屋に伺って、凱旋者で流す代表の声を、いただいてまいりました。文章を私が書いたんですけども、これ公職選挙法上ダメなんじゃないの的な言い回しがあってですね、最後は代表がチェックしながら修文してくださいました。うちの代表何でもできますね。ありがたい限りです。凱旋者というのは実は選挙中だけ回っているうるさいもんだというふうに思われている方多いかもしれませんけども、実は選挙が始まる前も、もちろんこう平時の活動としても凱旋者で愛知県中お邪魔しております。うるさいですよね。迷惑ですよね。本当に申し訳ありません。気をつけながら、ご迷惑にならないよう、留意をしながら回らせていただきます。どうかご容赦をいただければ幸い存じます。こんな感じで収録をしてまいりました。どうする？これ、これで撮る？ボイスメモで撮ります。ボイスメモね、はい、で、あれなんですよね、一緒の環境で撮らないと音量調整が難しいので、うん、OK。 これちょっとね、若干こもるから上げとこうか。あ、そうですか。持ってやる。じゃあ、良きとこで。国民民主党代表の玉木雄一郎です。国民民主党は第26回参議院議員選挙愛知県選挙区に伊藤孝恵参議院議員を公認内定しました。これ最後、これ事前運動ならない？あ、そうなんですか。だからちょっと待ってね、はい、ここは必要な人材ですと、ここ最後だな、必要な人材ですと。あれ、伊藤、国民民主党の伊藤孝恵は爆発しますみたいな、それだから、わけがわからないやつだったらいいわけ。あ、なるほどね、うん、だからじゃあこういうのは大丈夫ですね。国民民主党にその切なる声を国民民主党に伊藤孝恵にお寄せください。あ、これ違うな、 OK、 OK。 じゃあこれ組み合わせよう。愛知県の皆さん、子供を愛し育てること、これまででも自分の言葉言ってもいいな、生活する中でかな、そこで合わせるって感じです。国民民主党代表の玉木雄一郎です。国民民主党は第26回、これね、第26回もややこしいの、次の来たる、来たるすいません、うん、来たるにしよう。よし。愛知県の皆さん、国民民主党に、そして伊藤孝恵に、毎日の生活の中で、働く中で、こんなことはおかしいと感じる、その切なる声を届けてください。よろしくお願いします。切なるって言ってましたよ。ちょっとやめ、もう一回だ。待てよ、別に。2箇所あって、うん、徹底した提案、良質な対案によって、ああ、はい、提案と対案ね、はい、OK、切なるですね。なんかすみません、はい、伊藤孝恵に皆さんの、皆さんの切なる、はい、国民民主党代表の玉木雄一郎です。一期生でありながら内閣総理大臣指名選挙で一票を獲得した伊藤孝恵は、国民民主党のみならず、この国の閉塞感漂う国会に必要な人材です。愛知県の皆さん、国民民主党に、伊藤孝恵に、皆さんの切なる声をお寄せください。よろしくお願いします。完璧です。はい、いいんじゃない。はい、じゃあ次私、はい、同じ環境でちょっとやらせてもらいます。いいよいいよ、どうぞどうぞ。はい、すいません。国民民主党参議院議員の伊藤孝恵です。子供を愛し育てること、仕事を全うすること、大切な人を介護すること、この当たり前の営みの両立がこんなに息苦しくない社会を作りたいから、働く中で暮らす中でこんなことはおかしいと感じる、その切なる声を国民民主党に、伊藤孝恵にお寄せください。何卒よろしくお願いします。いいんじゃない、はい、いいんじゃない。ありがとうございました。素晴らしい、素晴らしい。ありがたいですね。代表何度も何度も
声を引き込んでくださいました。普通ね、2回目とか3回目になると人間ですからテンション落ちちゃうもんなんですけども、テンション落とさず腹の底から声を出して、収録をしてくださいました我が党の代表、素敵ですよね。私は一発で終えてしまうという、私ね、いつもそうなんですよね。記者時代とか、この物撮りといって、物をこうカメラで撮ってですね、ディレクターがこんなふーんとか見て、あ、いいとかダメとか、もうちょっとこうしてくださいませんか、もうちょっとライト当ててくださいとか、あと、まあ、営業時代とかですね、このシズル感といって、こう、ラーメンがいかに美味しそうに見えるかみたいなのをずっと、もう何時間も何百回もなんか撮る、方々いるんですけども、私ね、いい意味でも悪い意味でもこだわりがないというか、いや、美味しそうにね、もう私の中でもすごい美味しそうに見えているんですよ、このラーメンのしずる感だけど、こんなんじゃダメだとかって言ってずっと撮っているね、人いるんですけども、まあそのお仕事に敬意を表しつつ、私の中では大丈夫、十分美味しそうですと言って終えてしまうというね、まあ、そういうなんかこうダメなテレビ局員でした。今日もですね、こだわる代表とこだわらない私という、まあ、そういうのが対照的に現れていた、そんな音声収録でありました。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。